陸上自衛隊による実弾射撃訓練が静岡県の東富士演習場で一般公開されました。昨日の予行演習で砲弾の破片によるけが人が出たため、訓練の一部は中止になっています。今回の演習は海洋進出を拡大している中国を念頭に離島を奪回する想定で行われました。最新型の戦車や戦闘機なども参加し、陸海空の自衛隊による連携もアピールしました。昨日の予行演習で戦車の撃った120ミリの演習用砲弾の破片が観客席の男性2人に当たり軽傷を負いました。このため120ミリ砲は実弾訓練を中止し、空砲での演習になりました。